こんにちは、ジョニーです。今日は8月18日日曜日なんですけど、これまで静脈静脈瘤の手術をしましたとか、それから2ヶ月経って再検査したところ 37.5 倍になっていたみたいなお話を動画でお届けしていました。で、その時の動画でもお話ししていたように、今月2019年8月から妻と一緒に本格的な妊活っていうのを行っていて、本格的っていうのはその実際に体外受精、顕微受精を行う準備っていうのを始めたのが今月の頭ぐらいでした。実際にはその生理が始まって3日目のタイミングで病院に行かなければいけないという非常に、それだけでも難題だったと思うんですけど、妻と一緒に病院に行って、そこから妻の場合毎日注射をする、で6時間ごとに薬を飲むっていうものを繰り返し、2日前かな、金曜日、16日金曜日の段階で採卵っていうのを行って、僕もその精液、精子の採取っていうのを行って顕微受精を行いました。本当にここに至るまで結構やっぱ僕はね、大変じゃなかったですよ、正直言って。僕自身にかかるストレスっていうのはほとんどありませんでした。純粋にやっぱり、僕の体にかかる負担っていうのはただただ精子を採取できるかどうかだけだったんで、そんなでもなかったんですけど、さっきお話ししたように妻に関しては今月の頭から毎日注射をする。注射っていうのはどちらかというと卵胞を育てるための注射、どちらかというとより活発にするための注射っていうのを行っていて、一方でその6時間ごとのお薬っていうのは排卵しないでいてもらうためのお薬っていうのを飲んでました。で、そこから3日4日に1回ぐらい病院に一緒に通って、で状況を確認し、血液検査なども行った上で、先週の水曜日だったかな、病院に行ったところ卵の状態がだいぶ良くなっていると。僕見てないんで分かんないですけど、見た感じ結構いい感じに育っていて、すごい抽象的で恐縮なんですけど、なんかやっぱりそのよく成熟しているものとこれから成熟してくるような卵子っていうのがいっぱい存在しているみたいで、その中で最大限1回の処置で採卵できるようなことを医者としてはよく考えてくれているみたいで、水曜日に1回病院に行った時に、じゃあ金曜日に採卵しましょうということが決まりました。ちなみにその毎日打っていた注射っていうのは、病院では筋肉注射、自宅では皮下注射っていうのをお腹にプスってやるやつで、本人でできるタイプなんですよね。で、そういうのを打ち続けて、その状態に至って、水曜日、その16日水曜日のタイミングで、それまではだからそのアクセルを踏みながらブレーキも踏むみたいなことをやって、ちょっと体に負担かかっている状態なんですけど、そこから鼻からシュッて入れる点鼻薬を使って36時間後の排卵を刺激するっていうのをそのタイミングから始めました。金曜日の8時半に排卵するっていうことが決まっていたので、その鼻シュッてやるの本当に時間ずれないようにやるっていうのが本当に難しい感じでしたね。金曜日に病院一緒に行って、妻は採卵、僕は精子の採取っていうので、2人バラバラになって、自分のやるべきことが終わって戻ってったら、ちょうど妻が処置から戻ってくるところで、本当に簡単な手術みたいな感じですね。頭には菌が入んないようにするなんか帽子をかぶっていて、局所麻酔だったらしいんですけど、やっぱかなり痛かったみたいなんですよね。あんな表情を見るのはもしかしたら初めてだったんで、僕もちょっと驚きましたけど、本当に痛かったんだなと思って。そう、なんかね、もともと僕のその静脈静脈瘤が理由で、今みたいな状況になっていると僕は半分思っているところがあるんで、大変申し訳ないなと思いつつ、すごい我慢強い妻を見ていて、そうですね、1回でこれが終わってくれるといいなと本当に強く思いましたね。朝にそんな処置を行って、お昼過ぎもう1時ぐらいだったかなまで病院にいて、その後、抗生物質とかいくつかの薬を飲む必要があったんで、その辺を病院でもらって、2人で、バスに乗ったりして帰宅していきました。本当に終わった直後すごい痛そうにしていたので、どうなるかなと思ったんですけど、その後1日2日経って、だいぶその処置そのものの痛みっていうのは取れてきたみたいなんですよね。で、本当にうまくいくかどうかわからない中ではありますけど、金曜日に、話を先生に伺っていた感じだと、全部で20個卵があって、そのうち
12個が成熟してきた。そこから時間とともに2個追加で成熟していって、合計14個顕微授精できるような卵が取れたそうです。そこに対して14個全部に顕微授精を行ったということを聞いてます。で、なんか受精の確率って8割ぐらいらしいんですよね。もちろん僕にもしかすると問題があったりする可能性もあるんで、その8割にも届かない可能性ありますけど、確率通りであればだいたい11個ぐらい受精をする。この後もしかするといくつか試していくわけですけど、凍結とかをして何回か試すみたいなフェーズに入っていくのかなと思ってます。なんかね、もうちょっと経ってから動画をお届けしようかなとも思ったんですけど、本当に僕らにとっては一区切りみたいなタイミングだったので、この2週間ぐらいっていうのは僕には何度も言いますけど全然身体的な負担はなかったんですけど、あの妻にとってはかなり身体的にも精神的にも負担になったと思うので、まあ一度動画にしてお届けしようかなと思いました。これまでの動画にも、まあ、多くのコメントをいただいていて、これから手術をしようとされている方とか、すでに手術を行っていて、その改善の様子を見ていて希望になったみたいなコメントをいただいたりとか、あの本当に前向きなコメントを数多くいただいていて、すごいありがたいなと思ってます。できるだけオープンにしていきたいなと思っていて、東京は特にそうですけど、結婚年齢ものすごい高いんですよね。東京ってダントツで、あの日本全国から見ると。なので体外受精で生まれてくる子供の数って今でこそ何パーセントとかですけど、全国で見ると多分東京単体で見るともっとはるかに高いんですよね。まあだからこれはあくまで全然特別なことではないと、なんか僕たちは認識すべきかなというふうに思ってます。この動画でもしこういう活動について初めて知ったっていう方もいるかもしれないし、女性の方からするとこの男性目線で話している部分っていうのはもしかしたら違和感があるかもしれないですけど、広く認知してもらえたらいいなと思ってお届けしています。はい、まあそんな感じかな。まあちょっとね、またこの後うまく培養が進むっていう言い方で合ってるかな、そのがどうかとか、あと9月に入ると僕の改めてその泌尿器科側で行われる精液検査とかもあったりするんで、まあそれについてはまた追ってお届けしようかなと思ってます。あの普段はこのチャンネルでは毎日の株式相場の振り返りとか、投資のティップスとか、あとはなんかガジェットのレビューみたいなお話を投稿させていただいているので、まあ、もしそういうところにも興味があればチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。 Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫って方はポッドキャストもあるんで、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。